紹介してまいりましょう。9レースはご覧の顔ぶれで行われました。インコースから2番1番4番6番3番5番でした。吉田が5コースから仕掛けてレースは始まったんですよね、松尾さん。そうですね、吉田選手が好スタートを切ってですね、まあ、これは追い風のせいですよね。1番少し流れましたけど、その隙にですね、5番の加藤選手がいい差しを決めましたよね。はい、まあ、橋本選手はまあ1番まで伸び返していきましたからね、まあ、モーター的には1番出てるんじゃないですかね。はい、加藤選手はやっぱりベテランらしい、まあ、さばきといいますかね、中学の難しい追い風の中をすっと乗り切ってましたね。そうですね、さすがですね、やっぱり。さあ、そして10レースです。ご覧の顔ぶれです。インコースから1番2番5番3番6番4番、このレースも9レースと同じように5コースの選手、斉藤がレースを作るんですが、高山さん、やはり1マークまで遠かったですね。ここはやっぱり山口君が積極的にね、インとってやっぱりいいターンしましたよね。僕は中見選手が好きですからね、はい、応援してたんですけど、まあ、見せ場を作ったんですけどね、ちょっとなんか足りなかったみたいですね、エンジンが。あ、山口が逃げの体勢に入って、松尾さん2着争いは見応えありました。そうですね、3周競りましたからね。まあ、しかしこの山口選手は出てますよね。まあ、2号艇がだいぶ絡みましたから、2着3着の選手はやりづらかったでしょうね。まあ、最終的にはこれ3号艇が勝つんですよね。さあ、3周1マーク、視界に入った中道選手を牽制してオーバーターン気味の池上選手の懐に気がついたら、3号艇の松尾孝明選手が。高山さん、レースって最後まで生き物でわからないですね。そうですね、池上選手がやっぱりあそこをもう自分の、ね、ターンをして先に待ったらよかったんですよね。守りに行きましたからね、結局足元を救われたって感じですね。松尾さん、松尾高明やったという話でしょうか。ご覧の結果でした。そして11レースです。インコースから1番5番2番3番4番6番でした。まあ、センター筋が好スタート、松田がまくり仕掛けるんですが、松尾さん、これやっぱり風のせいですかね。ご覧のように飛んでいきます。そうですね、やはり5番2番が握っていってますからね。なのでオーバーターン構えて誘おうとしたところですから、3号艇は回りづらいですよね。黒目選手もうまく回りましたよね。はい、もう黒目さんの、まあ、まだスピードがもう本当にここが光ってましたね。追い風の中を、まあ、普通の選手ならあそこ落ち着いてゆっくり落とすんですけどね、もう外を警戒して思い切りターンしましたから、もう本当に素晴らしい勝ち方ですね。あれですよね、2号艇の張り切りモーターがやはり少し木下選手より出てますからね。出てますね。一番この ものなんですが、回り足といいますかね、これでスイッと出ていきますからね。今の3周1マークもうまい、うちに見ながら置き去りにして、そうですね、とねぎり込んだら出ていきましたね。実況でお伝えしてまいります。ストレッチは向かい風が少々、水面はシリーズ1静かになったと言ってもいいでしょう。唐津周年の第39代のチャンピオンが間もなく決まろうとしております。メンバーご紹介してまいります。1号艇は今年浜の湖で G1 制覇1番乗り、勢いに乗って弾丸パワー爆発か、黒明義満。2号艇は自在派に大変身、繰り出す鋭角攻めは迫力満点、橋本博晴。3号艇は昨年11月初の記念部位を刻んだ地によりたくましくなって登場、山口哲司。4号艇はスタートの気合なら負けません、地元の意地で飛び出し約束、松尾孝明。5号艇は原骨一つの隙間があれば華麗に抜けるぞテクニシャン、加藤俊二。6号艇はこの大会優勝7回のいわゆる主、知り尽くした水面でいぶし銀の技見せますか、松尾康弘。以上6名によります。12レースは優勝戦 1800m3 周回で行われます。注目の待機水面1コースには定番通り1号艇の黒明が入りました。6号艇の松尾康弘が2コース前付けです。2号艇の橋本は3コースに入りました。5号艇の加藤俊二が意表をついたと言ってもいいでしょう。4コース引っ張る位置の5コースに3号艇の人気山口哲司が入り、サイアウトは4号艇の松尾孝明になりました。4-2 スタイルの進入になりましょう。さあ、3号艇の1番人気のされました山口哲司、5
5コースからどれだけ引っ張ってコースタートを決めることができるでありましょうか。いよいよ大時計回転して心臓の高鳴りがまた大きくなり始めそうです。進入隊形は1コースから1番、6番、2番、5番、3番、4番優勝戦スタートいたしました。アウト勢がかましていきました。3号艇の山口、そして4号艇の増尾であります。一気に叩いていくのか。黒部が応戦した、応戦したところずっぽり相手差し込んでくるは4番の松尾高明か。さあバックストレッチは3者が並走という形になりました。先行は1番の黒部、ラップ状態に入った3番の山口哲司、内からは4番の松尾高明であります。さあ3艇が抜けた戦いになるのか。1周2マークの旋回へと移ります。先に関するは4番の松尾高明、差しに構える3番の山口、1番の黒部であります。さあ2艇が抜けたのは3番の山口、1番の黒目、4番の松尾隆明はちょっと飛び加減であります。このスタートは正常でした。ただいまのスタートは正常でした。3番の山口抜けたら早いぞ、本当に引き離しにかかります。2周1マークの旋回へと移ります。ここで勝負をつけるか。3番の山口哲司バックストレッチへ抜け出していきました。エンジンパワーが違うのか。昨年の11月に続いてまた記念部位をここに刻むんでしょうか。すでに7停身から8停身セーフティーリードになりまして、レースの半分を終了して2周2マークへと向かいます。先行は7停身から8停身、リードは3番の山口哲司であります。後ろを何度も見上げます。白い勝負服の黒目を吉光が視界に入ってまいりますが、どん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 大きく水が入ってまいります。ホームストレッチに入りまして、残りいよいよ1周を切りました。先行は3番の山口哲司、追走するは1号艇の黒目を吉光であります。黒目も気合よく追走する形になりまして、最後のバックストレッチへと抜け出していきます。4番の松尾高明が3番手の位置であります。バックは等間隔になりました。急停進ほどリードをつけました3番の山口哲司であります。2番手追走する1番の白い勝負服は黒目を吉光、単独3番手4番の松尾高明、後方に5号艇の加藤、2号艇の橋本、最後方に6号艇の松尾康弘と続いてラストダウンマークからホームストレッチへと旋回してまいります。3番の山口、何度も何度も黒目を睨みつけながらホームストレッチ、残りゴールまで 40m です。まもなくゴール、3番ゴールイン、1番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン。3号艇の山口哲司が昨年度の施設改善に続いて記念2連続 V をこの地で達成したことになりました。確定が出ております。1着は3号艇の山口哲司、2着は1号艇の黒明義光。連勝単式は3、1の組み合わせで670円、3、1は670円という配当でございます。今日の優勝は作戦通りでしたか。いや作戦は石畑次郎も別に考えてないです。俺から変えつうだよか。センターから外から行くつもりはしたんですけど、まあ5コースになるとは思ってなかったんですけどね。なるほど、やはりモーターは出ていたんですか。そうですね、今日またリング変えました。なんでぶっつけ本番で打ったのが良かったと思います。はい、どうもありがとうございます。